皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。科学技術は人の想像を超え、急速に伸びてきています。そこで今回は、宇宙の謎に迫ってみようと思います。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。ダークマターとダークエネルギーの性質について、宇宙の謎の中で特に興味深いものの一つは、ダークマターとダークエネルギーと呼ばれる未知の物質とエネルギーです。これらの存在が宇宙の大規模な構造と動きに影響を与えていることが観測から明らかになっていますが、その正体や性質についての理解は依然として進行中です。まず、ダークマターについて考えてみましょう。ダークマターは通常の物質とは異なり、電磁波を発しないため直接的な観測が難しいです。しかし、銀河の回転運動や宇宙の大規模構造に対する重力の影響から、ダークマターの存在が示唆されています。ダークマターは通常の原子や分子からなる物質ではなく、未知の粒子や物質で構成されていると考えられています。多くの物理学者がこれが新しい種類の粒子である可能性を追求していますが、その発見は未だに果たされていません。ダークエネルギーはさらに神秘的な存在です。宇宙は現在も加速膨張しているとされていますが、この加速を駆動しているのがダークエネルギーであると考えられています。ダークエネルギーは宇宙の空間に広く分布しており、通常のエネルギーとは異なる性質を持つものとされています。これが何で構成されているのか、どのようにして宇宙の加速膨張に寄与しているのかは謎のままです。一部の理論では宇宙定数や真空のエネルギーと関連している可能性が提案されていますが、その具体的なメカニズムは解明されていません。ダークマターとダークエネルギーの性質を理解することは、宇宙の起源や進化に関する基本的な問いに答える上で不可欠です。粒子物理学や宇宙論の分野での進展が、これらの未知の要素に迫る手がかりを提供することが期待されています。将来的な実験や観測、理論の進展により、ダークマターとダークエネルギーの謎が解き明かされ、宇宙の全体像に新たな光が当てられることでしょう。宇宙の加速膨張に迫る謎。宇宙の加速膨張は、宇宙全体が広がりを加速させているという観測結果から導かれた驚異的な事実です。この現象が初めて観測されたのは1998年で、水星や超新星爆発などを観測して距離を測定した結果、宇宙が予想よりも早く膨張していることが分かりました。最初は宇宙は減速膨張しているだろうと考えられていました。しかし、超新星の高度曲線や宇宙背景放射線の観測から得られたデータは、宇宙が加速膨張していることを示唆していました。この謎めいた事実を説明するために、暗黒エネルギーと呼ばれる未知のエネルギーが存在するという説が提唱されました。暗黒エネルギーは通常の物質や放射線とは異なり、重力に逆らうような働きを持っているとされています。実際、宇宙の大規模構造や銀河団の動きを観測すると、これらの現象は暗黒エネルギーによって説明される可能性が高まります。しかし、暗黒エネルギーの正体や性質はまだ完全に解明されていません。一つの仮説は、宇宙定数と呼ばれる恒常的なエネルギー密度を持つエネルギーが宇宙に均等に広がっているとするものです。この宇宙定数によって、宇宙は加速膨張を続けることができるとされています。しかし、これに対しては、なぜ宇宙定数が非常に小さな値を持つのかという疑問がついて回ります。
別の考え方では暗黒エネルギーは時間とともに変動する可能性があります。これによって加速膨張が起きる一因とされていますが、その具体的なメカニズムは未だに解明されていません。また、暗黒エネルギーが新しい物理学の領域を開く手がかりになる可能性もあります。宇宙の加速膨張に関する謎は、我々が理解する物理学の範疇を超える挑戦となっています。暗黒エネルギーがどのようにして宇宙の構造や進化に影響を与えているのか、その解明は今後の宇宙論と粒子物理学の進展に期待が寄せられています。新たな観測装置や理論モデルの開発により、宇宙の加速膨張にまつわる謎が解き明かされ、宇宙の本質に迫る新たな理解が得られることでしょう。ブラックホールの内部構造の謎。ブラックホールはその強力な重力によって光ですら逃れることができない領域を形成する天体です。しかし、ブラックホールの内部構造に関しては未だに多くの謎が残っています。一般相対性理論に基づくブラックホールの外部の挙動は理解されていますが、ブラックホールの内部は量子力学の影響を受け未解明の領域が広がっています。一般相対性理論によれば、ブラックホールは事象の地平面と呼ばれる表面で定義されます。これはブラックホールの外側から内側に向かう光が事象の地平面で停止し、その先には情報が届かない領域が広がるとされています。しかし、一般相対性理論ではブラックホールの内部構造についての詳細な情報を提供していません。物理学者たちはブラックホール内部において一般相対性理論と量子力学を統合する必要があると考えています。これはブラックホールが非常に小さなスケールでの現象にも影響される可能性があるためです。特にブラックホールの中心部にあたるシンギュラリティと呼ばれる点は、その性質が未だに解明されていません。一般相対性理論によれば、ブラックホールの中心には質量が無限に集中した点が存在するとされています。これがシンギュラリティであり、そこでは物理法則が通用しなくなると考えられています。しかし、この点において一般相対性理論と量子力学が衝突し、新たな物理学の枠組みが必要とされています。一つのアプローチとして量子重力理論と呼ばれる理論の発展が挙げられます。これは一般相対性理論と量子力学を統一するための試みであり、ブラックホール内部のシンギュラリティに対処する可能性があります。しかし、まだ確定的な理論が存在せず、未解決の課題が多く残っています。ブラックホールの内部構造に関する研究は理論物理学や天体物理学の最前線で進行中です。将来的な実験や観測の進展、新しい理論の提案によってブラックホールの内部に迫る新たな理解が得られることが期待されています。これにより宇宙の謎の一端が解き明かされ、物理学の新たな章が開かれるかもしれません。宇宙微生物学、宇宙における生命の可能性。宇宙微生物学は宇宙空間において生命の存在や発見に焦点を当てた新興の研究分野です。長らく地球外生命体の存在についての仮説や無双が存在してきましたが、最近の宇宙探査と科学技術の進展により、この分野が注目されつつあります。生命が宇宙に存在する可能性を考える上で、水は重要な要素です。地球上の生命の大部分は水に依存しており、これまでの宇宙探査で水が存在する可能性がある天体が見つかっています。例えば、木星の衛星であるエウロパや土星の衛星エンケラドスなど、氷が存在する天体が生命の居住に適していると考えられています。微生物が宇宙空間に生息している可能性も探求されています。地球上では極限の環境で
生存する微生物が見つかり、これが宇宙空間でも同様に生存できる可能性があります。宇宙空間における極限の条件や放射線、極低温の環境に適応した生命体の存在は宇宙微生物学の研究の対象となっています。探査機や望遠鏡を用いた宇宙観測も宇宙微生物学の進展に寄与しています。例えば火星の地下に水が存在する可能性が指摘され、地下の湖や地下水流が微生物の存在に適しているかもしれません。将来的な有人探査ミッションやロボット探査機により、これらの地下環境が詳細に調査されることが期待されています。また太陽系外惑星や太陽系外惑星系の探査も進みつつあります。地球型惑星やハビタブルゾーンに位置する惑星が発見されると、その惑星上で生命が存在する可能性が高まります。将来的な宇宙望遠鏡や宇宙探査機の進展により、遠くの太陽系外の天体において生命の痕跡を検出する可能性が広がるでしょう。ただし宇宙微生物学はまだ初期の段階にあり、確固たる証拠は得られていません。生命が存在するためには、水や適切な環境だけでなく、適した分子構造やエネルギー源も必要です。これらの条件が整った場所での生命の存在が発見されることで、宇宙微生物学はさらなる進展を遂げ、我々の宇宙観を変えるかもしれません。宇宙の初期状態、ビッグバンからの謎。宇宙の初期状態に関する研究は、物理学と宇宙論の中で最も深遠な謎の一つです。我々が現在暮らしている宇宙の起源は、ビッグバンと呼ばれる大爆発的な出来事に遡ります。ビッグバン理論によれば、宇宙は約138億年前に非常に高温高密度の状態から急激に膨張し始め、現在のような広がりを持つ宇宙が形成されました。この理論は宇宙の背景放射線や銀河の分布などの観測結果を支持しており、広く受け入れられています。しかし、ビッグバンがどのようにして起こったのか、またビッグバン以前の宇宙の状態はどうだったのか、という問いに対する回答は未だに完全ではありません。ビッグバンの瞬間についての理解が不十分であるため、宇宙の初期状態に関する多くの謎が残っています。ビッグバンの瞬間、宇宙は非常に高い温度と密度で満たされていました。通常の物理学の法則では、このような極端な条件では物質が存在できないとされています。ここで問題となるのは、高エネルギー状態での物質の挙動や物質がどのようにして形成されたのかという点です。宇宙初期の高エネルギー状態では、通常の物質だけでなく素粒子や反物質などの高エネルギー状態の物理が支配していたと考えられています。しかし、これらの過酷な状態でどのようにして私たちの宇宙が誕生したのか、その過程は未だに解き明かされていません。宇宙の初期状態に関する研究は、素粒子物理学や宇宙論の分野で進められています。大型ハドロン衝突型加速器 LHC などの実験施設では、高エネルギー状態を模倣して初期宇宙の状態を理解しようとする実験が行われています。また新たな理論やモデルも提案され、宇宙初期の謎に迫る手がかりを模索しています。宇宙の初期状態に関する研究の進展により、我々はビッグバン以前の宇宙の姿や進化のメカニズムについて深い洞察を得ることが期待されています。これにより宇宙全体の成り立ちや未知の物理法則に迫る新たな知識が得られ、宇宙の起源に関する謎が解き明かされるかもしれません。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく
希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。